アイスモリを一つ、チョコパフェを一つ。はい、エルカチャンネルのショーでーす。さあ、今回の動画なんですけど、この間もちょっとやりました、スマホのアプリそっくりさん、こちらをまたちょっと別の友達でやってみたいと思いますので、見てやってください。お願いします。お名前は？はい、小5の同級生の丸です。よろしくお願いします。はい、はい、じゃあ丸さんとゆうさんですね。ちょっと今回も顔はちょっと出せないんで残念なんですけど、まあよろしくお願いします。早速じゃあそっくりさんやっていきたいと思います。もう見られてる方はご存知だと思いますので、今回もですね、男性と女性を一人ずつちょっとやってもらいたいなと思いますので、さあ何が出るかちょっとお楽しみですね。全然僕も想像つきません。ちなみにですね、この2人がちょっと知らないかもしれないので、前回自分がやった時のそっくりだったのは、男性は忘れました。女性がですね、酒井若菜でした。ああ、かわいいね。はい、かわいいっていう感じだったんですよ。なので男性はまあまあ、ああなるほどってなると思うんですよ。ただ女性だとピンとこないじゃないですか。誰になるか、そこがちょっとこの間ちょっと地元の友達とやったんですけど、うん、面白かったんで男性女性でお願いします。それでは撮っていきましょう。じゃあ最初男性からいきます。じゃあまずは丸さんの方からいきますね。今解析中です。俺よく似てるっていうのは中川家のお兄ちゃん。中川家のお兄ちゃん、今俺よく似てるよって言われるけど、どっちかっていうとね。ちょっと待って、なかなかね、すごいのが出たよ今ね。本人は中川家のお兄ちゃんって言ってたの。あのね、ジャンル違う。お二人に見せますので、はい、いいですか、はい、こちら声に出して言ってください。グレイのテル、グレイのテル 90% テルテルになります。グレイのテルさんに似てるってことで、明日からテルになります。はい、それも 90% って結構大きいと思うんですよ。なかなかですよ。はい、9割、もう9割出るよね。そうなんです。てぐらいだね。そうぐらいだね。どうなんですか、本人的には大満足ですね。大満足、大満足の方ですね。グレーのテルですよ。続きまして、ゆうさんの方でちょっとやってみたいと思います。いいですか、いいですか、はい、ちなみにですよ、うん、ゆうさんは誰に似てると思います？よく言われるのは、西郷さん、西郷隆盛。じゃあ今のその西郷隆盛を聞いた上での、似てる人というか、鈴木さんとかだよね、タイガーのね。ああ、それがですね、全然違います。あら、いいですか、歌手。じゃあ、見たら声に出して言ってくださいね。いいですか、はい、こちら平成ジャンプ中島優也 80.3%。 おわ、ジャニーズ、ジャニーズ。いや、ゆうさんジャニーズだったんですね。いや、これ壊れてません。やっぱりいろんな目とか、ああいうパーツを統合してくるってことですか。そうなんですよ、今西郷さんとか言ってたけど全然です。ジャニーズだったんですね、ゆうさん。ジャニーズって80はなかなかですよ。なかなかだと思います。いやいや、てるさん90で勝てる。いやいや、お二人とも面白かった。いやいや
じゃあですね、女性いきますか。はい、そうなんです、女性いきましょうよ。あの、男性はあーなるほど、あーすげえねっていうの終わるんですよ。これが異性になるとピンとこないんです。じゃあ、丸さんの方からちょっといきたいと思うんですけど、さすがに女性の人に似てるねっていうことは言われることはないと思うんですよ。これはユウさんにしてもそうなんですけど、なのでお二人とも想像がつきません。まあちょっとやってみましょう。そうですね、やってみましょう。ジャンル的には同じミュージシャン、ミュージシャンで、はい、ただ異性なんで、はいはい、テルさんの 90% まではいかないです。なるほど、やっぱり丸さん似ているのこちらです。クラキバイ 73.6%、 はい、なかなか可愛いですね。はい、あ、そう、あれ、ユウさん、そうですね、クラキバイ似てる。じゃあ女性に言ったらよ。まあまあまあ、わかりました。まあ70ね、3%、まあ、言っても73%なんで、まあまあ、そう、まあまあ、はい。さあ、じゃあ次はですね、ユウさんの異性を見てみたいと思います。ジャンルは何になるんですか。ジャンルは女優さん、つながってます。あ、ミュージシャン、元ミュージシャンですね。元ミュージシャン、はい、今タレントを見てください。あ、そうですね。じゃあ、はい、こちらモーニング娘。矢口真里73って言って、はい、多分身長的にはもう半分ぐらいだと思うんですけど、ね、そうですね。あの、ゆうさん身長いくつでしたっけ。170ジャスト。150ミニモニで、そうそうそう、あのやってたぐらいなんで、ちっちゃい子ということでですね、はい、男性女性やってみると意外と面白いんじゃないかっていう、このそっくりさん、あの、ね、はい、あの周りでもよかったらやってみると楽しいかもしれない、はい、あ、それも男性よりも異性の方で、女性の方でね、やってみると自分たちの想像をはるかに超えた答えがやってくるんで、パーセンテージがちょっとね、あ、そこはね、難しいとかね、ありますけど、まあまあでも参考にはね、そうそうそう、なるんじゃないかと思います。いいと思いますよ、はい、ということでですね、あの今回の動画ここまでです。俺にかかってこい。